はマミマミにね、はい、マミマミ短いから今日大丈夫、たこ焼き出さないですねこんばんは、はい、こんばんは、マミです、マミ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 ちょっとやめてくださいマミ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 はい、ですね、今日はまあ、ネタ切れな感じなんですが、うん、この間、Facebook にもアップしてたんですけれど、もうハロウィンが過ぎるともうクリスマスイルミネーションになるってことで、うん、もう木曜日から、ね、10月ですもんね、もうの、はい、うわ早いねえ、ね、あっという間、もう世間話の終わっちゃったもうね、鬼が笑うねえみたいな、ねえちょっとあったみたいなね。そうなんですよ。なのでなんか一応私の提供とかですか、リースは一年中置けるリースっていうのをイメージをしているので、まあ、お客様というか生徒さんの好きなようにやってもらってるので、今回は結構赤グリーン、ゴールドみたいな感じで、はい、ゴールドの、しかもゴールドというかシャンパンゴールドぐらいの優しいゴールドの、はい、木の実とかをこう染色したやつを使って、もう本物って感じの、はい、え、ゴールドのバラってないの？これできた、出たんですよ。なんで知ってんですか？出たのよ。そうだ、シルバーとゴールド出たもんですよ。使ったことないんですけど、そうなんです。だったらいいなと思ったもん。そうなんですね。マジ出たんです、出たんです。いや、ちょっと仕入れて。あ、はい、それでリース作る。あ、なるほどね。そうなんですよ。嬉しい。そうなんです。そうなんです。出たんですよ。やっぱ欲しいと思う人いるんだね。いるんですね。いる。ね、そう。そうなんです。そうなんです。え、まだ手元にないの？うん、まだ買ったことないですよ、ね。買ってきて。ね、了解いたしました。頼む。はい、リース作る分。そうですね。ゴールド作る。うん、あ、そうですか。わ、うん、かりました。うん、ちょっとじゃあまた仕入れときます。はい。はい、大きいタイプ？ちっちゃいタイプ？ね、ちっちゃい方がいいんだけどな。あ、でもミディアムサイズですね。あ、いいね、はい。よろしくどうぞ。わかりました。また仕入れときます。それちょっと楽しみだね。そうですね。なんかそうなんです。まあ、オールシーズン飾っとけるので、うん、そういう意味ではあんまりこうシーズン感を出さない感じのリースを玄関とかに、うん、いいよね、お正月にまたそこにちょっと足してできるからいい。そうなんです、そうなんです。ちょっと赤いものを入れるとお正月っぽかったり、うん、クリスマスっぽかったり。やったことあるクリスマスのフラワーありますよ、こう見えて。そうなんだ、うん、でも最後先生がお手直ししてくれた。ああ、うん、そう、もう神の手じゃなくてみんなにマミの手って言われてるんですけど、手直ししすぎて、それがないとちょっとだって収集してないもん。やっぱ全然違うもん、ね、最後仕上げやってもらった方が持つのよね。なんか私たちがやるとやっぱふわーっと作るから、先生ってキッ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 ってやるからね。いやね、で前と後とちょっと比べてみると面白いよね。あ、そうですかね。いや、ね、大したことないですけどね。そうなんです。なので今後、12月ぐらいまではリース作りをやったりするので、うん、ぜひご参加いただける方よろしくお願いします。じゃあ私そのゴールドのローズが、わかりました、届いたら伺いますわ。了解です。はい、ぜひお越しください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとう。スピーディーなのも面白いね